9番裏駅は大韓民国ソウル特別市瑞草9番裏元堂に位置するソウル地下鉄9号線の駅。駅番号は相対式ホーム2面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口に通じる階段はホーム1面につき3カ所、エレベーターはホーム1面につき1基ある。改札口は1カ所、化粧室は改札外に1カ所あり、 出口は3番まである。駅名は、ソリッケを予定していたが、現在は使用されていない古い地名であることや、近隣にある、ソレ村を混同させてしまうこと、ソリッケの毛を犬と思わせてしまうことから、駅名を9番裏駅か番裏元駅に変更してほしいという著名運動が6700人余りの近隣住民によって行われた。その結果、ソウルシメトロ九号線は、 9番裏駅に変更した。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、9号線の2009年は開業日の7月24日から12月31日までの161日間を基準にしたものである。周辺は観光沿いに住宅団地が並ぶ。2008から317、2008年9月18日。犬は、 韓国では悪口に使われたりすることがある。6. 韓国日報。2008年8月27日。発行 ABQ。ありがとうございます。